続いて21分発の光511号岡山行きの到着です。黄色い線の内側でお待ちください。光号は自由席を列車前側の5両1号車から5号車です。お乗車の時は正面にご注意ください。 Please watch your step。 この列車次は静岡に止まります。
ました。
一つ、まあ、うちのカフェとヒット商品でレモネードがあるんですけど。レモネード、レモネード、レモネードって、このレモネード、あ、レモネード、はあ、ます行きましょう。じゃあレモネード、難しくもない、普通でいいよ。最初のOK、 内緒なんですけど、でもね、あ、そういう商品なんですか。内緒か、隠れた内緒ですね。内緒が好きだからさ、言っちゃいかんかなと思ってさ、今聞かなかったら自分で言ったよ。あえて振らなかったよ。やっぱ内緒なんだみたいな。ちょっと立っちゃったんでね、あれですけどね。いやでも実は自慢でしょ、この家。まあ、まあ、多少慣れてもね。内緒だけどね。どうしたほら、まあ、なくて結構いくらでもあるからだけど、ヒレでこの厚さでこの加減だとかなり自慢の仕事だなって。まあそうですね、ヒレが嫌いな人に食べてほしいヒレかな。バサバサじゃないですから、はい、でほらロースはいっぱいいろんなお店、いろんなことやってるからなかなかあれだけど、ヒレでこの厚さでこれはこれ、まあ、売りにしていいんじゃないみたいな。あ、それは、ね、結構いい感じにできてますね、はい、これ売りにしていいんじゃないっていう。あのね、若いからまだ分かんないかもしれないけど、すごい人だからついてった方がいいよ。すごい人だから今ね、ちょっと視線が切り、お前ちゃんとやってるのか、ちょっとね、あれだけど、いや、まあプロだから、うん、いいよ。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。ウーロン飴、実はレモネード。いただきます。うわー、すげーな、これ。この魔の沼の方にこう誘っていく感じですね、これね。悪い人よ。内緒が好きなお店、なんかちょっとキャッチフレーズ考えてえな。内緒がたくさん、秘密の白い金閣屋さん。え、なんかそのキャッチフレーズ必要じゃないですか。